キアサージは、アメリカ海軍の教習揚陸艦、ワスプ級教習揚陸艦の3番艦。艦名は、南北戦争時のスループ船、キアサージにちなむ。その名を持つ艦としては4隻目。キアサージは、ミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所で1990年2月9日に寄港し、1992年3月26日に浸水した。 浸水式にはコリン・パウエル統合参謀本部議長も出席した。1992年5月16日に命名され、1993年10月16日に就役する。キア・サージは就役以来世界各地で様々な任務を行った。この中には1997年5月31日にシエラ・レオネのフリータウンから一般市民の救助を行った活動や、 1995年6月8日に、ボスニアのセルビア人支配地域からスコットをぐれり、空軍隊を救助した活動が含まれる。加えて、キアサージには、機関任務のための戦闘式統制システムが装備され、搭載する、医療システムは、病院船、コンフォート、マーシーに次ぐ装備を誇る。これらの装備は1999年のコソボ紛争において、 ナトー軍のセルビア側に対する爆撃作戦基地としての機能やアルバニア系住民に対する支援作戦、シャイニングホープ作戦での医療支援施設などに力を発揮した。キアサージは上陸部隊の輸送だけでなく戦車、トラック、ヤフォーなどの整備及び補給活動といった完全な広報支援を行うことができる。2005年8月19日にキアサージは ヨルダンの赤羽港に停泊中、ホイットビーアイランド級ドック型揚陸艦、アシュランドと共に3発のカチューシャロケットによる攻撃を受けた。艦に被害はなかったが、1発目のロケット弾によって1名のヨルダン兵が死亡し、2発目が近くのドックに当たり別の兵士が負傷した。3発目はイスラエルのエーラート空港のタクシーに当たったが、爆発しなかった。 その後アルカアイダに関連するアブドラールアッツアム旅団による犯行声明が行われた。2011年リビア内戦ではリビア沖合の地中海に海兵隊員400名と共に派遣されている。ありがとうございます。